確かにアジリティは重要なステータスです。速射と回避、この2つの能力が突出していれば強者たり得た今まではね。しかしそれはもう過去の話です。8ヶ月かけてガーにしてしまった廃人さんたちにはこう言わせてもらいます。ご愁傷様と。こことバランスが変わっていくものなんですよ。否定したい気持ちもわかりますがね。All stations, commander is online. 司令官がオンライン、スタンバイ。レクシード、偽りの勝利者よ。今こそ真なる力による裁きを受けるがいい。EMP online, ready to initiate. 作戦本部より通達、EMP が使用可能になりました。This is TAC Ops. Our network is under attack. System may go down. こちら作戦本部。ネットワークが攻撃を受けています。システムが停止する可能性ある。どうなら、回線が切断されてしまったようですね。すぐ復帰すると思うので、皆さんチャンネルはそのままにしてくださいね。CAS inbound. 機銃によるキャスを展開。これが本当の力、本当の強さだ。愚か者どもよ、この名を恐怖と共に刻め。バトルフィールド。ミサイル発射。2025年12月、もうすぐ1年経つんだ。ちょっとバトルフィールド1942、バトルフィールドベトナム。間違いって何なのかな。血を焼き尽くすナパームのガソリン臭。待ち合わせの時間ジャストじゃないか。オートパイロット状態だったみたい。とりあえずガンシップを展開中。危ないな。オスアスナ、 UAV スキャンを開始します。あ、いや、その服似合ってるっていうか、あ、その思い出すなって。そうだね、レイピアはないけれど。アインクラッドでは。1年経ってその記憶も過去のものになろうとしていた。団長が想像しようとしていた世界は先細りになっていずれ収束消滅する予定だったってことになるわ。それを誰かさんが途中で大爆発させちゃったわけね。知っているぜ。そろそろ転職先を探す時期かな。 I set the C4. セネタなんかじゃねえのかよ。やつらのルートは俺自身がチェックしたんだ。間違いない。
どうせモンスターの脇が良くて粘ってるんだろう。モンスター狩り特化スコードロンっていうのは何度襲われてもそれ以上に狩りで稼げればいいと思ってるのさ。けどよ、連中が何か対策立ててるかもしれねえだろ。そいつは GGO1 のスナイパーが潰す。作戦に資格はねえなあ、シノ。まあ、そりゃそうか、優位は変わらねえ。そういうことだ。でさ、でさ、シノッチ、今日この後時間ある？ごめんなさい、銀狼さん。銀狼さん、シノさんが困ってるでしょ。おい、喋ってる時間はそろそろないぞ。距離2500だ。よし、俺たちは作戦通り正面のビルの影まで進んで敵を待つ。シノ、状況変化があるかもしれません。狙撃タイミングは指示する。了解。よし、行くぞ。敵はコース、速度ともに変化なし。そちらとの距離400、こちらからは1500。まだ遠いな。行けるか？問題ない。よし、狙撃開始。頼むぜ、シノ。了解。第一目標クリア。次。私が殺す。しよう。やつら。やつら用心棒を呼んでやがった。全員でアタックすれば派手な走車はためらうかもしれない。無理だ。戦車はどこですか？ DD 戦車の支援があると聞いたのですが。破壊されたか。海の底に沈んでるさ。とにかく自力で進むんだ。3秒でいい。キャスクの注意を引きつけてくれれば私が始末する。わかった。エンド。